換の後ね、上と下やりましょう。ね、こうやってやって上、ね、ここにいるね。これ気に来てるとこうなっちゃうの。彼の思うつもりなの、こう。これ、ほら。こういうふうにやらしたいわけ、彼は。だからこうやって持ってきたの。で、引っ張り込んできてポカッてやるとかさ。そう。で、なんかやりたいの。でも、僕はここあんまり気にしてないで、で、資格もらって。で、安定してる。で、彼が何かやりたい、やってきて、やってきたら、こういうふうにやってる。こういうふうにね、いつでも。で、こういうふうにやりたいわけ。で、気づいてる。気づいてるけど、気づいてるけど、しかも、で、彼はこういうふうになんか、こう、こすまって、こう、ね、そう、そうそう、やりたいんだよね。で、それを気がついた状態で、こうやってやって、こういう。ただ、上から下に落としてるだけ。資格もらって、上から下。資格もらって、資格もらって、上から下。こうね、ここに行くよね。で、手切れたら切れたらいい。切れたら、切れたら切れたらいい。こう持ってるけどさ、こう切れたら切れたらいい。別に、資格もらうのが目的じゃない。では、手を繋げとくのが目的じゃない。資格もらうの。こう、資格。で、彼何もできない、こう状態。で、やるとすれば、こう、しかそうですよ。例えばこうに来るよね。したら、ああ、ありがとねって、こうにできるのね。いつでも。そういう意識状態でやってほしいわけ、やる人は。で、安定してて、手は気にしないで、自分の中心ね、中心ってこうや。で、上と下。こう上、こう来て。こう。上と下。下は、下からここに、こういうの。で、なるべく、この、ここでも、ほら、なんかボケにしとくな、ボケんじゃねえや、やりとこうやって振ってますけどね。それは何のためやってるかって言ったら、こうし、ピューンって振る意識でやってるの。あの、それと同じ。あの、人を切る目的やってるわけじゃないんだけど、自分を作るためにやってる。彼は一生懸命、やりとこ振ってるのは、人を切る目的じゃないからね。目的かもしれないけど、人を殺めようとしてやってるわけじゃなくて。自分作るためやってるでしょ、多分ね。そういうことだよ。だから自分もこう、こう、下に、なんだと。ここね、こう、ここ。これ人やってるってやってるわけじゃなくて、資格入ってて、でこう、何もしてないの。自分の姿勢、大事なの。だそういう意識して、ちょっとやってみましょう。どうぞ。もろ手取りやりましょう。これ、もろ手ね。これ、もろ手取り。で、これ、僕がなんかこう、こういう。ちょっとうるさいですね。なんか抜いてくんの。例えばこういう。で、彼はね、こうやってピュッて、僕抜かれちゃうやだから、抜かれて切られちゃうから。だからこうやって押さえてるの。で、そこを僕はこうやってなんか、あ、ごめんね。なんかやる。そういう形なのね。こう出した時も、こうやって抜いてるわけ。僕はね。こういうふうにした。これ、抜いてきてこっち一緒に来れば、さっきと同じ、こういう形になるの。で、ピュンってこう、ね、そういう形でしょ。で、要は、もろ手の利合は、これ抜かれちゃ嫌だから止めてきたって、そういう利合だから。で、それをいろいろね、気にしない。気にしてこうやって、わー、向こう抜けねえやって、やなくて、自分の体優先で動くの。こういう。そうすると抜けるの、こうやって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 。これ、ここ動かないんだけど、こっちは動くから、体。こういうとこ。動くからね。こうやって必ずここを動かそうと思ったら簡単に押さえられちゃうの。だけど自分の体自由。そうすると抜けて、で抜けてピュンとこう、こういうふうにね。できる。だからここはあんまり、まあリアルとしてはこういう、こういうリアル。それでここから動かさない。で、こう体が立つ。それで、例えば一丁だったらこう。ここをなるべく動かすな、ね。ここをなるべく動かすな。ここをなるべく動かさないよ。動いてないよね、あんまり。それで、この一丁やりましょう。こっち側と両方できるから。こうやって抜いて、抜いてくるんだけど、止めてきた。ここは合わせて、こちら側と。抜いてきた。で、こう、力、こういうふうに。二つできるから。わかる？この内側、こっちの手とこっちの手。狙っててね。こう来て、こっち。こう。はい、と。
これはこっち合わせなきゃいけない。それでこうで場所、じゃあ行ってください。ちょっと今こう持たれてね、これ優先は企画もらうこと。ここで何かやったら蹴りとか、彼の目標になっちゃう、盛り潰しになっちゃうから、持たれこうやって抜こうとしたら持たれちゃったんだよ。持たれちゃったらここで競わないってことだね。ここで競っちゃダメ。ここは持たれちゃったと思ったらすぐ彼の近くもらう。それから額にずっと入ってきて、でここもらいたいんだよね。この彼のここね。だからこういうふうに入ってきてるの。そうするとこうなって彼重心崩れちゃったの。そしたら今度彼の重心もらいたいから僕はこうに入ってきたの。どこと何もしないで彼勝手に崩れちゃったで、この手邪魔だから向こうへこうやって出してそしてこう座った。そういうストーリーだからね。そこのとこ分かってないと、ここはいつもここで競い合ってこうやってパクッてこうじゃないから、なんていうの、そういうなんて利害を学ぶっていうかな、 それのためにアジやってるから、こう来たらこうほらいなくなってすぐで、彼は追っかけてくるの。追っかけてきて、こう、もうね、ほら。そして重心。こっちもらう。で、足閉じると倒れた。で、ボムがここでやってるわけじゃないの。こうやってやってるわけじゃなくて。彼は勝手に倒れたの。それをフォローしてる。僕はフォローしてるだけ。そういう意識でやってほしいんだよ。だんだん上手くなってきたらね。最初はしょうがないんだけど、最初は、こういうところでこうやって競い合って、パッて持って、こうやって競い合ってやっちゃうんだけど、で、いけねえ、自分が傾いちゃったな、力入っちゃったな、こうやって競い合っちゃったなって思ったら、考え改めなきゃいけないの。で、合気道はそういうことを教えてるわけじゃなくて、こう浮いちゃって、やられちゃって、ね、こう力入っちゃうと、こういうとこ空いちゃうとか、こういうとこ探しちゃうとかってなっちゃうから、で、自分が安定して、こう、出てきたら彼が勝手に崩れちゃって、でこういうふうに、だ自分は何もしてなくても彼が勝手にそういう自分の力で崩れちゃったっていうふうに伝えるわけで、そういうことを学んでほしいね。で、まあ息は今やりました、息やりましたけど、今度こうなってここ入ったんだけど、前からね、今度後ろから入るの、こうやってそうするとこうやって来て、こういう後ろを渡るの。次はこっち側にこう入ったんだけど、今度こっちからこっち入る、そうすると同じだよね。こう入ってると反対の手も取れる、取れたんだけど、でなんていうの、まあいいや、で、ね、こうやって抜こうとしてるのは初めからこっちからできないのかな、これ、まあね、まあ、一回こうやって合わせて、それからこういうふうにほら、この歯ね、それから入ってきたの。そういう順を追わないと、こっちの手取りたいだからってこっちやれば彼の餌食になっちゃう。ほら、こっちにいつでも手離せるから、だからこの手が両手が効かないようにちゃんと後ろもらって、これこう手離してこれるんだけど、やれると思った時には僕の手の方がこれ離されると分かるの、この手離された。そしたら来た、こう崩れてくるからね、そういうとこまで気づいてて、で近くもらう、そしてこの手もらう、この手ね、これでここで入ってっちゃうと彼は力抜いてボカッて、これで外してるボカッてくる。だから自分がここまで入ってる、それから抜くの、そして抜いてくるとこうなって、彼が倒れてきてリカバリーしてきて、リカバリーしたいから、それで自分がこうこうやってほしいんだな。じゃあその辺考えて、難しいけどちょっと指投げやりましょう。最初にしたらこういうものでね、こういうふうに切りに彼を切ろうと思ってこうやってしたら、ああ止められちゃったって、こういう状況なのね。この技の形のこのなんていうのコンテンツっていうかな、そう理解ね、いやいや、どういう形パーッとこうなっちゃった、で止められちゃって、彼は次はこっちの手も離せるし、こっちの手も離せるし、ボカってくっつたいの。でもそうやられる前に自分がこっち入っちゃったの、今全部こっち入ったの。そしてこういろいろね、こう
上げてきて、これさっきもここもらってきた。で今やったのはこう裏が入った。で入り身投げでしょ。でこっちだったら一丁、こっち入り身投げで全部こっち入った。こっちこっち今度は止められてた、止められちゃったら自分が動くの。自分が動いてここにビューってこうに来るといてててになっちゃう。でビューってでいてててな、これで自分が今度動くの。あ、自分もさっき動いたんだけど、こっち側から四角、こっち側から四角もらったの。こういうこういう今度はこっちに動くの。自分がそうするとこうなってて、パワーあるから、パワーあるから、でこれこうやって上から下にこういうふうにこういうふうに抜いてこういうふうに下ろしてきちゃうと、こうなってていてててになっちゃうの。でそれはどういうことかっていうと、こう来て今こっち入ったんだけど、今度ガーンって止められたらすぐ入る。とこう引って取れるよね。こういう気もできるの。それから2球も3球も全部取れる。こうバッてこう来たらすぐ入って、これは1球、2球はビュン、3球はビュンってこうね、3球と4球も同じだね。ビューンってきたらすぐ自分はこっち入って、4球だから4球は1球で落として膝がついた。そしたら手を持ち替えてビューンって下に落とす。でこう1球から4球できました。今度自分がこっちの下部分じゃなくてこっち入る。それで1球で、2球はどうする？2球はこう、2球ね、2球で、3球こう、4球はこれ緩めてこう、こうで、4球までちょっとやってみましょうか。あの、今度は入り方が違うだけ。分かってるわけね。ちょっとうるさいけどね。じゃあ、ちょっと適当にこの手は前行ったけどさ、この手もいつでも外せる手なの。あ、彼はね、だからこうやろうと思ってこの手外してこう、こうやってこう外してきちゃうの。だから取れないように気づいてなきゃいけない。だからこの両手とも進んでるような状態、そしていつもできるように、それ気づくのが仕事だから、それ気づかないでこの手離れるの分かんないでこうやって持ってるとやられちゃうの。だからあの稽古のレベルによるけどさ、あのその辺ね、その辺が大事なことだから、まあいいや。じゃあこうね、外すの、こう入ってきた時に外すの、こうやってこう外れてるのね、持たせてないの。で彼はこれ嫌だから、こういうふうに自分反応としては防御反応としてはこういうふうに戻ってくるの。こうやって外されると戻ってくるよね。こうやって慣れてきてるになって、十字架みたいになってます。こうやって入ってピュッと抜けちゃうの。とこうなってるわ。とこの手は伸ばされちゃうと壊されちゃうから、こうやって戻るので、それを利用してこうやって入ってますね。これ十字架、こうやって入ってパッと抜けちゃう。こういう意識はね、こうやって入ったらパッと抜けちゃう。それでこういうふうに、それで抜いて、ほらこういうふうに抜いて、こういうふうに、この一挙と同じ、これ抜いてなかったら一挙なの。こういうふうに、これ持ってれば一挙、持ってれば一挙、ここに入ってこう、そしたらこう、でもこう来た時に抜いちゃったから、こういう形、そしてこの手を一挙するの。一挙すると同時にこの手こうね。じゃあちょっと十字絡みやってみましょう。あのこれ力抜けてないとギュースかじゃないからね、プンって抜くの、プンっていらないから捨てるの、こうやったら捨てるの、そういう意識、これ大事、こう捨てる意識。それで捨てたんだけど残ってたのか。それでこう、はい、そういうね。じゃあちょっとこれ手いっちゃったらね、こう持っててね、取れないよ絶対これ。彼ここ押さえる仕事だから、わっと離してくれないんだよね。で取れちゃうのはこれサービス受け身っていうの。
も彼はこっち来ちゃった、僕は向こう行っちゃったって言うと、ほら何にもしてないの切れちゃうの自然と。こ彼向こう行っちゃったので、これこれこうのらこうなったから、だからこれをこうやって戻してからよいしょって、これは切れないの。でもこう言ってマークスの時は切れちゃったの。でそういうことが分かってほしいわけだから、仕事としてはこの手を取る目的じゃなくて、彼を向こうに出す。そうすると自然と取れちゃったって、こう自然と取れちゃったって、そういうふうには言ってほしいわけ。自然 と結果として取れちゃったの、うん、だから初めから取る目的だとポン取れないんだよね。で今こっちの手取りましたけど、こっちの手も取れるの。そう同じ意識だと、こうやってやればほら取れちゃったよね。でこうやってくればこういういろんなことできるんだけどさ、要はこっちの手を取るかこっちの手を取るかね、こうやったらこうやってくればこうなっちゃうんだけどさ、要は彼をこっちへ来て結果として取れたの。ほら結果として取れた。そしてこう回ってきた。とこういうのとかね、いろんなことができるようになるの。でいろんなことやってやるね。こうやってこう入ってきてこう投げるとかね。もろ手取りはね、上手くなってくるといつでも話せる手だから、上手い人同士がやると、あこれ話されちゃったなって思ってやられちゃったなとかいろいろあるんだけど、下手な人は下手な人で持っててくれるからね、相手がね一生懸命いろんなさばきが練習になるの。片手とか何回もだからいろんなさばきができるの。いろんなこれ両手ね、こうやってで、これいらないからこうやって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 くるとこうなるでしょ。例えばさ、例えばこっちからこう入ってくるとかね、それからこっちからこう入ってくるね、こうね、いろんなことができるから、人によるけどね、両手あるからほら、これ離れてボカってくるんだけど、離れる前に自分がこう来ちゃう。で、この位置来ちゃってこうやるとかね、いろんなことやって、こう今離れちゃって、こうね、でこう、でこうやってやって、こうやってくれば今と同じでしょ。今はこっちから入ったけど、今度こっちから同じこと。同じことですね。このまま手を変えてこうに入ってれば同じことですね。こっちからでもこう入ってれば同じことですね。もろ手取りってそういういろんなことができる、いろんな稽古ができる形だから、こういう練習してね、こう後ろもらう練習とか、後ろもらう練習とか、こっちからもらう練習とか、あと前に入る練習ね。要は合気道ってさ、手はこうで、自分が相手に対して後ろに入るとか前に入るとか後ろに入るとか、そういう話しかないんですよ。でこうやって変えてくれば後ろ入ってる、こっちからでも後ろ入るね、こう入るね、同じ。でも入り方が違うだけで、後ろを取ってあと前に入るんだったら、こうやってくれば一個だし、抜けてくればこういう技だし、そういう話だから、もう時間あんまりないですから、お互いの国の好きなようにもろ手取りに入ってもらって、でいろんな稽古やってみてください。どうぞ。